はい、糸の収集がついておりません。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日このね耳当てを作ったんですが、これねなかなかいい出来になったというか、最初できた時、まあ、一応なんとなく形になって、ああいい感じかなぐらいで思ってたんですけど、これ昨日実際つけてコートのフードかぶって雪かきしてみたんですけど、まああったかい。いや、よかったわ。いや、よかったわ。ってか、やっぱこう、毛足の長い変わり糸と、モール調の糸の暖かさというか、結構厚みもあるので、で、こう縛ってね、ちょっとパッと見、前から見るとヘアバンドみたいな感じで、で、横に耳ついて、で、後ろの方でちょっとね、頭の後ろの方でビュッとこれ縛って、で、その上からフードかぶって、動いたんですけど、暖かかったです。ただね、これつけてじゃあ街歩けるかって言ったら、うん、それはどうかなって感じなので、あくまでも除雪とか防寒ですね。本当に寒い日だ、もっとこれを可愛くファッション的な感じで作れば、お外にね、お出かけの時のちょっと耳寒い時にでもつけていけるようになるんじゃないかなと思います。まあこれはね、今回はちょっとアマリートでわっと作ったやつなので、実用性重視ですね。除雪用として使わせていただいております。はい。で、これをね作る時に、いや昨日はうーってなったんですけど、糸がもうね毛糸の収集がつかなくなってきたので、ここらで一丁ちょっと糸の整理整頓をしようかなと思いまして、部屋中から糸をかき集めてきました。もうね、いろんなところで私編むので、いろんなところに本当に糸がどちらかっております。寝室でも編むし、リビングでも編むし、車の中でも編むし、なのでちょっと今回かき集めてきました。で、それの一部です。ここに載ってんの、載ってないものもあるんですけど、まあちょっとね、我が家の私のプライベート糸事情を公開しつつ整理整頓していこうかなと思っております。で、まずはここはね、もうどちらかってたやつかき集めまして、そうじゃなくて今現在進行中で編んでるもので、まあまずこれですよね。ちょっとこの間もお見せした、またさらにちょっと進んだんですけど、はい、ちょっとだけ進みました、グラニーバッグ用の生地ですね。これを今、もうちょっとで糸なくなってきそうなんですけど、これを別に、これは編んでも本当に頑張って今編んでる最中のものはアマリートではないので別にしときます。で、それとあと夫にマフラーって全然進んでないんですけど、これ来年だなぐらいのレベルで後回しにしてるマフラー用の糸も、これは使い道が決まってるのでアマリートではなくってということで別にしておきます。でもう一つ、これか、忘れな方もいると思うんですけど、レッグウォーマーですね。ちょっとね、まだ全然編み進んでなくってね、まだ全然編んでないんですよ。だけど、まあまだまだやるっていうので糸は取ってありますので、でもう一個ね作らなきゃいけないので、この分の糸もどっかで確保しなきゃいけないんですけど、とりあえずレッグウォーマー分のものも別にしておきました。ということで現在動いてるのはこの3つですね、大きく。でそれ以外のもので、まずリフ糸ですね。まあこれはね、リフの練習というか、リフ上手くなりたいので練習したいなっていうので、あるのこれだけですね。今お見せしたこの分だけで今持ってる糸はおしまいなので、まあそれ終わったらどうしようかなってところです。で、よいしょ、これダイソーさんのアクリル毛糸なんですけど、これで前編んだピンクのクマさんの巾着、あれと似たような巾着をもう一個作りたいなと思って避けてあります。で今度はどんな巾着になるのやらって感じなんですけど、なのでこれをこれでまた
あまりではなくてちょっと使いたいなということで取っておきました。で、こっからですねこっからなんですよ。こっから、はい、カワリートたちと、あとここに見えてるね、ここら辺の糸たち、あと細めの糸はこっちの別の袋にしておりますけど、ここら辺の糸たちが今使い道が何を作ろうかが決まってない糸たちですね。でもしまた何か作ろうかなって場合はこれを使って作るということになると思いますと。で、そうそう、それ以外にこれ今回全部使いかけ状態なんですけど、そうではなくて使ってない糸、これね、100円ショップダイソーさんじゃないんですけど、どこだったかな、なんか100円ショップで売ってたモヘアの糸、これ使ってない新品糸です。で、それとこのね、ウィスタープリーズって糸がちょっと前に気に入りまして、で、手芸屋さんで糸の入れ替えが発生するのでっていうことで、ある分、これ3つぐらいかな、3つあるんですけど、ちょっと買いだめじゃないですけど、新品で買って取ってある糸ですね。だからこれ後で膝掛けとか大物を作るときに使おうかなと思って3つ確保してあります。新品の糸はこのぐらいかな、うん、それぐらいかな、全体的にこのぐらいですかね。今私が持ってる毛糸、これで全部ですね。でこう見るとはあるじゃんって思うかもしれないんですけど、以前のね、だから手袋作った時とか帽子作った時に比べたらもう量激減しました。これだけで終わるんだみたいなレベルですね、私の中では。これだけで終わるんだ、いや見る人が見ればえこんなにあんのにって思うかもしれないんですけど、いやー減った減った、よかったよかったで、じゃあこの糸たち使ってこれから何を作ろうかなんですが、私が今早急に欲しいなと思ってるのはリストウォーマーの替えです。なのでリストウォーマーをここら辺使って作ろうかなと思っております。でこのカワリート、これそう、これなんですけど、このね、耳当て作った時のこの部分使ってみたんですが、一応ね、普通のこのモール調の糸と合わせて目がなんとか読めるようにと思ってスレッドコード編んだんですが、私の目でこれこう目を読んでいくのはちょっと無理、1回2回読めたとしても、じゃあ続けてずっと読めるのかって言われたら自信がないって感じになっております。ということで、これのね、使い方をちょっと悩んでおりまして、何か膝掛けとかを作った縁編みとして、要するに1段だけ、最後の1段だけ編むっていうのに使おうかなという感今ちょっと考えております。じゃあ膝掛けいるんじゃないっていう、まあ、実際我が家膝掛け何枚かあるんですけれど、と先ほど言った通りいろんなところで編むので、いろんなところに膝掛け置きたいなっていう気持ちもあるんですね。道具もいろんなところに散らばってるので、ワンセットで編み物ワンセット状態のものをいろんなとこに置いときたいなっていうのがあるので、だ膝掛けもう1個か2個作ってもいいかなっていう思いもあります。なのでそれの最後の縁編みいいかなと考えております。いや膝掛け作ろうだリストウォーマーと膝掛けで、かなりこの糸たちの量消費されるんじゃないかな。まあそういう感じで、私の現状ですね、現状、糸の現状でございます。とりあえず毛糸系秋冬物の糸はこんな感じで、うん、こんな在庫でございます。うまくね、うまく消費して新しく素敵な糸をどんどん使っていきたいかなと思っておりますので、じゃあまずこれを消費しますはい、まずこれをね、新しい糸を買うためにはまずうちにあるこの糸たちを消費してからということで、じゃこれで糸の細さとかね、
いろいろ考慮してどういうふうに作るか。来週かな、今日日曜日だと思うんですよ。これ、配信するのが日曜日だと思うので、うん、来週というか、火曜日からですね、何を編もうかなで、多分このリストウォーマーと膝掛け、ここら辺のことを考えながら編み進めていきたいと思います。もちろんその前にね、あのグラニーバッグもちゃんと編んでいこうと思っております。はい。とりあえず明日は月曜日ですので、明日の分の編んでみたかったを作ってはあるんですよ。ただ、あまりにもマニアックすぎて、我が家の家族に、まあ私一応できたら家族に見せるんですよ。できたできた、見て見てって。喜んだのは生物をすごい勉強しているうちの高校生だけでした。あとの家族はみんなポカンとして、なんだこれって言われました。まあそのぐらいなんだこれなものです。はい。今のうち謝っておこうかなって思っております。すいませんって。ちょっとマニアックすぎてちょっとポカンとしちゃうかもしれません。はい。ということで火曜日からはまたこのアマリートたちを作って何かものづくりを進めていきたいかなと思っております。まあ、それではまた火曜日にお会いいたしましょう。じゃあ。